番3番ラッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコースがトップスタート、ゼロ台スタートは1号艇香川となっています。1周の1マーク、インから速攻1号艇香川、2号艇鎌倉、そしてマグルカ、3号艇松尾、内側ついた4号艇土屋、バンクに入って先頭を仕切りました。1号艇香川まどか、2番手の争い激戦も、外からわずかに3号艇松尾が優勢。スタートも気持ちよく思い切っていきましたか？そうですね、ちょっと怖かったんですけど、りょうちゃんが行くのが見えたので、はい、落とさずに行きました、うん、はい、足はすごい、ものすごいってことはないんですけど、はい、バランス取れていい方だと思います。明日は優勝できるように一生懸命頑張ります。応援してください。あ、香川さんもやった、あ、バーイドでやった、あ、はい、ありがとうございます。1番、2番、3番、ラッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。わずかにインコースを出して1号艇、4号艇、5号艇、そして6号艇藤崎も好スタート。1マークです。内側から2号艇森谷、そして1号艇大山が冷静に旋回、懐ついたのは6号艇藤崎、バックへとあります。先頭ですが5艇進リード、1号艇大山千尋、そして2番手の水3艇横並び、内側から6号艇、2号艇、4号艇となっています。なお10レーススタートは正常です。1周2マーク、先頭は1号艇大山、そして2番手ですが6号艇藤崎が先手、内側から5号艇接近も、2番手ここで6号艇藤崎が単独3艇進4艇進リード。今日ももう思い切ってと言いますか、もうしっかりと行けましたか？はい、あの85で隣が全くいなかったので不安になりましたけど、はい、はい、もう入ってると思っていきました。まあ、改めて現状でのこの評価というのは仕上がりいかがでしょうか？正直今日が全然、はい、あのゾーンに入らなくて急に調整が分からなくなったんですけど、まあ、1号艇だったので宣伝も良かったですし、はい、助けられました。ではちょっと明日に向けては課題はありますか？そうですね、立ち上がりがやっぱりリプレイ見てもちょっと鈍いので、もうちょっと回転をどこで上げようかって感じです。はい、せっかく優勝戦乗れたので優勝だけ目指して精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。あ、今日はニコちゃんマークですね。はい、はい、ありがとうございます。1番、2番、5番、ダッシュ3番、4番、6番です。スタートしました。インコースがトップスタートです。ゼロ台スタート1号艇、サネモリとなっています。1周の1マーク、インから1号艇、サネモリ、3号艇、4号艇がここは外を行く。内側ついた5号艇、さらには6号艇、渡辺千草。バックに入って先頭は1号艇、サネモリ美優。優勝戦落ち着いて臨みました？いや、もうすごい緊張しました。緊張しました。前付けもありましたね。はい。この深い起こしというのは想定していたんでしょうか？はい、もう展示から、特訓から、はい、来られてたので、うん、はい。今日はまた暑くなったんですが、そのあたりこう気象条件が変わってもずっと船足はいいですかね？そうですね、船足はもうずっといいです。まあ、G1 が初優出ということになりましたが、はい、明日優勝戦へはどうでしょう？気持ち的に緊張しそうですかね？寝れないかもしれないですね。寝れないかも。はい、あ、そうですか。初優勝を目指して頑張ります。なんか急にね、雷がビカビカ鳴ってましたよね。ちょっと怖かったですね。え、よかった、雨降らなくて風もなくてよかった。では最後、はい、また笑顔でポーズ